どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。DIY の人事部の熊谷と申します。川本です。伊藤夏樹です。竹内彩香です。はい、ありがとうございます。ということでですね、今、内定チャンネルの撮影にお邪魔させていただいて、その後に撮らせていただいてるんですけども、今日はですね、僕の方から、皆さんに自己 PR じゃないですけど、自己紹介をさせていただいて、で、皆さんの方から質問していただいて、最終的に、一緒に働きたいかどうか、っていうのを判断していただいて、丸×の札を上げていただくということで、就活生、一学生として一緒に働きたくないと思ったのであれば、その理由とかも言っていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ僕の方から、30秒を計って、自己紹介させていただいて、それに対して質問を、3個ぐらい言っていただいて回答するという形で、で、基準は一緒に働きたいかどうかっていう基準で、個人として、札を上げていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ僕の方から30秒の自己 PR をさせていただきます。はじめまして、金沢大学3年の福田俊と言います。僕はですね、就活 YouTuber として今普段活動してまして、就活生向けに企業の中の様子とか、あと社員さんの生の声っていうものを伝える、オフラインでしか知れない情報を発信するっていうことをテーマに YouTube チャンネルを運営しています。今登録者数が 2.5 万人ほどで、ほぼ 80% が就活生の視聴者というふうになっております。で、僕の強みとしましては、何事にも積極的にチャレンジする積極性みたいなところが自分の強みとしてあります。で、実際に YouTube チャンネルとか、あと事業を作ったりとか、新しいことにチャレンジすることがすごく好きなので、御社に入った場合は、新しいことにチャレンジして、なんか新しい会社に新しい風を活せる自信があります。よろしくお願いします。挑戦することがお好きとおっしゃってたんですけれども、挑戦っていうのがこうやっぱり目的になってしまうと良くないなと思っていて、福田君の中ではそもそも挑戦した先に何があって、その中でこう自分の中のどういう価値観要求が満たされたら、こう満足感というか充実感を得られるタイプですか？結論、僕自身、自己顕示欲みたいなところはあるんですけども、最終的に、社会に対してインパクトを与え続けれる表現者になりたいなっていうふうに思ってまして、それは自分のこういう YouTube 活動だけじゃなくて、プロダクトとかサービスを作って、経営者としていろんな、多くの人に使われるサービスとかプロダクトを作りたいっていう意味での表現者になりたいなっていうふうに思ってまして、それに近づけることが自分の中の幸せであり、求めているものです。なるほど。じゃあその多くの人に、結論を認めてもらえるとか使ってもらえるだけのものを自分が挑戦することによって生み出せたら、その自分の自己顕示欲が満たされる、はい、ということですかね。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで既存のやり方じゃなくてわざわざ新しいやり方をするんですか？なるほど。新しいことが好きだからっていうのが答えとしてありまして、なので新しいことをして、それによって会社の売り上げとか利益が上がるっていうことに対して幸福を感じるので、会社ファーストではないかもしれないです。例えばもう向き不向きある中で、こうやってチャンネル登録者数も増やして、もう一応成功したということで、YouTuber としてなんかどうして自分が成功したのかなっていう、なんか原因っていうか、なんかそういう自分いいなと思うことが、もし YouTuber としていいなと思うことがあれば教えてください。あ、わかりました。結論、周りがやっていないところで、正当な努力をしたからだと思っています。今就活 YouTuber として活動しているのは、競合が最初にいなかったっていうところが正直なところでして、周りがやっていないので、絶対的に1位になれるっていうところで、そこの狭い市場からちょっとずつ広げていくっていうところを頑張ったからだと思います。確かに周りで見たことないんで、すごい興味があるなって思いました。しかも見る人も就活生って限られた狭い、絶対見たいと思うターゲット層なんで、すごいなと思いました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。就活 YouTuber として今後どういう風に進んでいこうと思ってますか？はい、結論、就活 YouTuber は、あと2年で辞めようと思っています。で、なぜかと言いますと、僕自身が自分のチャンネルとしてで価値があるポイントとしては、当事者目線で就活学生の立場から、いろんな人に聞くっていうところに価値があると思うので、
自分自身が大学を卒業したタイミングで、副業であったりとか転職であったりとか働くっていう大きいこと、大きいテーマにチャンネルを運営していこうっていうふうに思っています。なので、キャリア選択とかを中心に扱うチャンネルにしていこうかなっていうふうに思ってます。どういうコンテンツにしようと思ってますか？はい、今考えているのはいわゆる経営者の方にインタビューであったりとか、副業をされている方の一日密着であったりとか、いわゆる年収チャンネルの、なんていうか、ね、強化版を目指して頑張ろうと思ってます。マネタイズはどうやってしようと思ってますか？はい、マネタイズに関しては、タイアップ動画、企業のタイアップ動画っていうところが一番の、現時点での収入、マネタイズ方法なんですけども、今後は就活 YouTuber として登録者数20万人は、1年半後に達成する予定で、そこで囲った就活生のユーザーを自分自身の今9月1日にリリースする就活サービスに流そうっていうふうに考えてて、そこのサービスでマネタイズしようっていうふうに思っています。どういうコンセプトなんですか？はい、地方学生に向けたコンセプトなんですけども、オフラインでしか知れない会社の中の部分を動画で見れて、そこからエントリーができるっていうところを強みとして、コンセプトとして運営していこうと思ってます。しんくん自身はどういうメッセージ性があるんですか、その YouTube だったりとか、はい、サービスには。自分自身は、就活関わらずなんですけども、いわゆる逆境の立場とか情報とか、機会が恵まれない人たちが一歩踏み出す勇気の部分を応援するっていうところを自分としては一番打ち出したいなっていうふうに思ってまして、でそれを達成するために今就活っていうところが一番できるところなのでやってるんですけども、それに、逆境にある人たちの一歩踏み出す勇気を応援するっていうところに沿うのであれば、就活じゃない分野も視野に入れて考えています。正直な辛口な判断で大丈夫なので、私と一緒に働きたいと思うかどうか札をお願いします。せーの、おー、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。多数人で言ったら丸が出てる。多数人で言ったら丸、やったわ。じゃあちょっと皆さんにそれぞれ理由をお聞きしたいんですけども、じゃあまず株本さんからお願いしてもいいでしょうか？なんかうまく使えばお金になりそうだな。若くて息がいいのと、すでにファンが多少ね、ついてるから、うまくマネタイズすれば僕が儲かるかなと思って。なるほど、嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ伊藤さん、はい、お願いします。私は丸にしたんですけど、はい、なんかすごい自信があるのがすごい感じられて、エネルギッシュな人に悪い人はいないかなと思って、そのエネルギーを買って丸に入れていただきました。ありがとうございます。応援します。ありがとうございます。はい、頑張ってください、はい、私も丸にしたんですけども、はい、いろいろ私の質問の前に株本さんの質問ですごい裏付けとかしっかり根拠とかいろいろあった上でいろいろチャレンジしているので、私もついていきたいと思いました。本当ですか？真に受けても大丈夫なんですか？あ、はい、熊谷さん、はい、ちょっと辛口で罰をさせていただいたんですけど、はい、もちろんその今までのご実績ですとかやられていること自体はすごく素晴らしいですし、はい、非常に優秀な方だとはお見受けしてるんですけれども、一つだけすごく気になってしまったのが、はい、株本さんの一つ目の質問の、なぜ新しいものである必要があるんですかとか、うん、新しい風って何ですかっていう質問に対して、うん、クエスチョンに対してこう回答しているアンサーが完全にずれていたので、一人事で普段こう僕が面接しているところを想定すると、やっぱりクエスチョンに対してのアンサーがすごくずれてしまう子っていうのは結構マイナス評価をせざるを得ないなっていうのは日頃の、まあ、面接だったり採用活動から思っているので、そこが非常に気になったので辛口目で罰をさせていただきます。わかりました、はい、ちょっと今後に活かさせていただきます、はい、逆に株本さんが言ってらっしゃって、その金になるっていうのとは逆に扱いづらそうだなって私は思いまして、自分がその裁量が、私の性格でその裁量がないのでちょっと扱いづらそうで面倒くさそうだなっていうのとそのすでにご自身で事業をやられていたりするのが邪魔だなみたいな。なるほど、サラリーマンに適さなさそう。そうですね。なるほど。いや、全くその通りだと思います。こういう人は、しゅんくんの今の稼ぎがいくらぐらいなのかを想定して、その金額の倍ぐらいの金額で発注して、そうすると既存の業務がだんだんしゅんくん捨てていくから、うん、で自分が
あのしゅんくんの収入が僕からの発注で結構生活が埋まってきた頃にそれを切るか切らないかっていうちらつかせをするとしゅんくんは僕の言いなりになるんですよ、はい、こういうタイプはお金であの動かすのが一番いいと思います。なるほど。じゃあちょっと悪い大人に捕まらないように頑張ろうと思います。ということでですね、こういう皆さんが出演している内定チャンネルは下の概要欄に、貼ってあるので僕も出演しているのでよかったら見てみてください。ということで今日の動画は終わりです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな、ま